今の京都市残念ながら皆さん8600億穴が開いてるんです。この間なぜ改革をやらなかったか、自民党がこの京都でも政治の中心を担ってきたけど、自民党も立憲民主党もね、とにかくこういう京都のことは京都で決めよう。当たり前ですよ、そんなのは。今も見直さなければなりません。だから今もね、大阪帰れ言わされたけど、それまで自民党が中心になってきて、市議会議員の皆さん、付けは払いません。その付けは全部市民の皆さんに付けが回されるわけです。本当に納税者の皆さんの怒りをぶつけていきたいんです。まあ、どの政党も必死でエキサイティングしてまいりましてね、その中にもやっぱ相手のね、誹謗中傷というかね、緊張外れた批判もね、されるようになってまいります。最新の会、福井さん、自民党も立憲民主党もね、とにかくこういう京都のことは京都で決めよう。当たり前ですよ、そんなのは。京都のことは京都で決めるんです。ただね、皆さん、今回は京都の市会議員の選挙だとか市長の選挙というわけじゃないんです。国会の選挙、参議院議員の選挙であります。我々が言ってるのは、この国の構造をやはり昭和の時代の構造のままではもう持ちませんから、令和の時代に作り変えていきましょうよ。やっぱり住み続けられるように、社会保障の在り方そのものを見直さなければなりません。だから今もね、大阪帰れって言わせましたけど、我々はね、この国で改革が必要だということを言ってるんです。で、改革をしてきた結果ね、結果が今の大阪の状況に今なってるわけです。今の京都市、残念ながら皆さん、8600億穴が開いてるんです。この間、なぜ改革をやらなかったか、自民党がこの京都でも政治の中心を担ってきたけど、昭和のままの考え方、昭和のままのお金の使い方、それやってきたから、結局、今、令和の時代になって、納税者の皆さんに大きな大きな借金が今積み上がってるんです。今、テレビでもいろんなこと言われてますけども、さまざまな公共料金の値上げが市役所の中で検討されている。動物園が値上げになるとか、地下鉄がどうなるとか、そういう話がされてるんです。その付けは、役所の中にいる人は、付けを払いません。これまで自民党が中心になってきて、市議会議員の皆さん、付けは払いません。その付けは全部市民の皆さんに付けが回されるわけです。大阪も先ほど申し上げたように、ひどかったんですけど、今、5200億穴開いてたの。あと2年で、この穴が埋めれるように、今、なってまいりました。何が言いたいか、改革はどこでもやらなければなりません。行動改革は大阪だろうと、京都だろうと、東京だろうと、昭和のままの形では持たないことはみんな分かってるんです。だからこれをぜひね、日本全国でやれるように、永田町で、ね、今の、まあね、危機感がない、そして緊張感がない、自民党が当面、まだ政権を持っていきますけど、自民党に真正面から対峙できる野党の本当にまともな野党、それをね、この国には必要なんですよ。その役割を我々にやらせていただきたい。前山さんたちとチームを組んでね、自民党が緩みたまに起こりありますから、そこに喉元にね、本当に刃を突きつけて、本当に納税者の皆さんの怒りをぶつけていきたいんです。そのためには今回の選挙でなんとかね、辻優子さんをこの京都の地から、あの永田町に送り出していただきたいです。昭和のままの考え方、昭和の構造では持たないっていうのは当たり前の話なんです。自民党は昭和で時間困ったままなんですよ。その時間をまず動かしていく、そのためには自民党と真正面から対峙できるまともなそういう野党が必要なんで、本当にね、しびれるぐらいの今状況になってきてます。1票2票の差はね、どうなるかわからないと、そういうふうに言われてます。
政治の話面白くないの、ここで出てきたと立ち止まっていただいたわけですからね、皆さん、ぜひ投票に行ってください。とにかくね、改革の本当にマインドを持った、令和の時代を担当してる、そういうね、政治の集団をやらせていただきたい。10年間、コツ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 と改革をやってきた、そこは自信があります。だから、10年前、本当にね、厳しかったけど、でも今は、政令市の中で、一番ね、財政状況がいい状況を大阪で作ってきたんです。我々も厳しい厳しいで、借金まみれだった。それでも、黒字の約束を作ってきた。そこは自信あるんです。改革は全国でやる必要があります。ぜひ皆さんの力をね、改革やってきた、約束を動かしてきた。そこは我々、実績がある、経験があるんです。ぜひ我々日本維新の際にね、自民党の町公民から退治できる力を与えてください。よろしくお願いします。